では本日は国家公務員試験平成24年の72番をしたいと思います。先日までは測量士についての問題をたくさん挙げてきました。たくさんの方々と一緒に頑張ることができました。で今回もこれは来年度の国家公務員試験に向けてまた頑張っていきましょう。新たに工夫をしていきたいと思いますのでまた頑張っていきましょう。では始めたいと思います。本日は土木構造設計の分野の端鉄筋長方形断面についての問題をやりたいと思います。この問題は類題として平成23年の28番、令和元年の76番で出てますので、これを解いた後そちらの問題解くのも一つではないかなというふうに思います。では頑張っていきましょう。このような断面がありました。でこのような針があったというふうに考えてもらえればいいです。針を断面切ってみたらこのような感じで鉄筋が4本入っていると。でそして長方形断面だということを、表しております。でこのような針があった場合は力を上からかければ上の方が圧縮力を受けて下の方は引っ張り力を受けるということで、コンクリートは引っ張りに弱いので鉄筋を下の方に入れていくということになります。でこのようにして下の方に、真ん中ではないんですね、下の方に鉄筋をこう入れていったという図面があります。その中で求めてほしいのは、今回は引っ張り鉄筋比というものと、それと中立軸の位置というのを知ってもらいたいと思います。で中立軸の位置というのは何かというと、圧縮力と引っ張り力が釣り合う、両方とも圧縮も引っ張りもかかっていない、この針の断面の中でかかっていない位置はどこになりますかというのが中立軸になります。で引っ張り鉄筋比というのは何かというと、引っ張り鉄筋比を出すことによってこの出ている K という値ですね、中立軸係数と、こちらではこの問題では出てきませんが抵抗距離の係数、抵抗距離というのは何かというと、鉄筋から圧縮力の部分、圧縮力の重心の部分までの距離ということになります。それを求める、 K と J を求めるのには引っ張り鉄筋比というのが必要だ。で引っ張り鉄筋比式が書いてありますが、 B は幅を表します。これが B です。では D はどちらかと、こっちなのかとこっちなのか、この D というのは有効高さというのを表します。でこの D はこの600の方になります。ということは有効高さは何かというと、この鉄筋の断面のちょうど真ん中から上までということは、この長方形の断面の高さではないということになります。有効高さはここ、鉄筋からの上の部分、これを計算に使うということになります。この24年の問題に関してはこれとこれを出してくれというふうに問題になってましたので出していきましょう。ではやっていきます。ここで P は BD 分の AS っていうふうになってますね。これ BD はもうそのまま書けばいいですね。400×600、このようになります。じゃあ AS は何か、これは鉄筋の断面積を表します。鉄筋の断面積、今回は380でした。で380でいいのかというと、そうではないんですね。380が一つの鉄筋の断面積でした。これが4本あるので、ここです、ここをちゃんとしないといけないですね。かける4本、こうしないといけませんね。でこのような計算をしてあげて答えが回答欄に書いてありますが、 6.33 かける10のマイナス3乗という計算になっていきます。これが P です。でこの P が出れば表の中から、まあ、実際のところは表の中から全部求めていきます。 K も J も K も J もこの P、 引っ張り鉄筋比をもとに早見表みたいなのがあります。で、それがこれの値を探して、それの早見表を見ればいい。っていうことで、今回は与えてあります。中立軸1係数ということで、0.35 というのが与えてあります。となれば、
有効高さが分かっていれば X は KD なので 0.K は350ですね。 D は有効高さなので600というようになります。ということは中立軸の位置というのはここの部分、上からその軸までの圧縮力と引っ張り力が全くかかっていない位置っていうのはこれで掛け算して210と、このようになっていきます。なのでここから210の位置、通常であればこれが普通に鉄筋も入っていない長方形断面であればこれの真ん中ですね、通常は真ん中になります。鉄筋が入ってなければ、鉄筋が入ったことによってこの位置になったということになります。だからこのようなことも覚えてないといけないですね。で実際に圧縮力の計算式はどのようになるかというと、これ M はモーメントですね、力×距離で表すモーメントになります。でそれで KJBD2 乗分の 2M というのが圧縮力になります。で引っ張りになると、引っ張り力になるとAS は何かって言ったらこれでしたね、鉄筋の断面積の合計ですね。で JDJ はこれでしたね、 P から求まるものでした。で D は有効断面、有効距離ですね、有効高さになりますね。でそれのモーメント、それ分のモーメントということになります。こちらの方まで覚えていくというのは重要だと思います。このようにして端鉄筋長方形断面については解くことが重要かなというふうに思います。難しい問題ではありませんが、しっかりと学んでおかないと何が何だかというふうになると思いますので、しっかりと来年度の国家公務員試験に向けて一つまたできるものが増えたということになっていけばいいかなというふうに思います。ではまた頑張っていきましょう。以上で終わります。